が戦望する瞬間、平野紫耀の投げキスに包まれ、ルイ・ヴィトン賞での驚きの一夜。1月16日の夜、パリで開催されたルイ・ヴィトンの2024年秋冬メンズファッションショーに、世界中のアーティストや著名人が集結し、その中で注目の一人、平野紫耀が黒塗りの高級車から姿を現し、長らく待ちわびていたファンたちに感動の瞬間を提供しました。バスを降りると、 彼は日本の若者の代表的なスタイルを世界に広める使命を心に刻んでおり、微笑ましい戸惑いを見せながらもその魅力を全開に披露しました。そして彼の非常に完璧な日本のお辞儀のスタイルは彼の尊重とジフに満ちた姿勢をファンたちに伝えました。ステージの圧倒的なステージライトに包まれた瞬間、平野耀は戸惑いを感じながらも、唐突に一から二人のファン。 そして次第に増えていく多くのファンたちの歓声に気づき、大きな自信に満ちた笑顔でファンとも一体感を築いていきました。一斉に名前を呼ばれると、本来の輝く自信を取り戻し、愛情に満ちた笑顔でファンに向かって歩み寄りました。質問を受けたり、優しく接したり、投げキスを送ったりする中で、アイドルのキスに包まれたファンたちは、 暖かく幸せな気持ちに包まれ、平野紫洋は自身のイメージとスタイルを全世界に輝かせることに成功しました。一方で、フランスから駆けつけたファンたちは、早くから到着し、留学生や仕事で滞在中の人々が彼の誕生日を祝福し、ルイヴィトンのイベントへの期待を胸に抱いていました。平野紫洋がフランスに来ることを知り、 彼らは熱狂的に彼をサポートし、世界的なスターとしての彼の存在に光り輝く五光を感じました。ロビーに並ぶ彼らは遠くから平野の仕様を中止し、彼の到着を待ち望んでいました。彼らは彼が去るまで彼がどれほど愛されているかを確認するために辛抱強く待ち続けました。日本のファンは彼に直接会うことができたファンを羨ましがり、世界中でその瞬間を共有し、 彼の作品に対する情熱を分かち合いました。その明るさに感動しました。ファンにとって彼の成功を目の当たりにし、どこへ行っても彼を応援できるのは心温まるものです。このイベントを通じて、平野紫耀はファンとの絆を一層深め、単なるファッションショー以上の感動と共感の空間を生み出しました。彼のパフォーマンスやファンへのアプローチは、多様性と豊かさを称賛し、独自の魅力を広める役割を果たしました。 彼のスタイルや愛情表現は多様性と豊かさを称賛しファンとの共感を深める要素となりました。平野仕様の存在は単なるアイドル以上にコミュニティの中で愛され尊重されていることを物語っています。